レッドソックスの吉田正尚外野手が2番 DH で先発出場し、4試合連続、今季31度目のマルチ安打を記録。打率3割7厘から3割1分まで一気に上げ、ア・リーグ首位打者争いでトップに肉薄した。6月は苦しむシーンも多く、打率が3割を切ることもあったが再び調子を上げてきた。右手首付近、右足にそれぞれ支給を受けるなど、相手投手からのマークもきつくなっており、高良監督の指示のもとコンディション維持に努めると、前日まで2、3試合連続マルチ安打を記録。すごいニャガ打点が欲しい。前半慎重で後半アジャストのタイプやから後半にチャンスが欲しかったな。チャンスメイクとしてなら1番もありちゃうか？正尚の実力なら首位打者とっても何ら不思議じゃない。ちょい前まで調子落としとるなぁと思ったら4試合連続マルチ安打て、修正能力がすごいわ。日本では夏場以降に強いイメージやったし今のところええ感じちゃうか。大谷の打撃が下降して3割切ってしもうたからな。次は吉田の上昇に期待したいわな。中盤に来てまた率上げてくるのすごいよ。隙がない。暫定的でもええからイチロー以来の打率で首位に立つところが見たいわ。最近はチャンスメイクが多いな。好調で何よりやが。なお隠れ首位打者のシーガーが3割5分6厘打っている模様。規定打席に到達。3割切ってまた率上げてくる打者は超一流よ。日本ではよく見るが MLB でも変わらんのがすごすぎるわ。新人を期待しとるで。地球で調子を落とさんって何よりよ。守備走塁の評価は低いが堅実や指定を抜かんしようやっとると思う。派手なのは打撃で10分や。まだシーズン途中とはいえ1年目でこの打率はエグいわ。修正能力が凄まじい。隠れ首位打者がおると言われとるが首位打者は十分狙えるポジションやし、OPS は861でア・リーグ7位、0.9 超えたら新人王の完全に有力候補やな。NPB と同じように4月後半から調子を上げてきたんなら、7月8月の打率凄まじいことになるぞ。正直ここまでやるとは思ってなかったわ。首位打者期待、打者3冠が日本人やったらええな。